今月の手話、令和2年11月号です。今回は野見ふるさとミュージアム館長のメッセージ後編を10月号の前編に引き続きお届けします。それでは後編をご覧ください。野見ふるさとミュージアム館長の富山です。甲を前に向けて立てた両手の人差し指を交互に手前へ引き寄せます。人が次々訪れるイメージです。指を揃えた手を少し前へ出します。同時に軽くお辞儀をして気持ちを表します。手話には敬語という文化がありません。表情や体の動きで敬意を表します。お辞儀や表情でお越しくださいと丁寧な気持ちを表します。親指以外の4指を曲げて顎の下に当てます。手話表現は待つですが、微笑むことでお待ちしていますと丁寧な気持ちを表します。いかがでしたか。野見氏では手話に触れていただくため、今月の手話を月1回配信しています。次回もお楽しみに。